お世話になっております、マサルです。今回はフォワードプロキシとリバースプロキシについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずプロキシサーバーの概要を勉強します。その後プロキシサーバーの種類としてフォワードプロキシとリバースプロキシについて勉強します。それでは始めていきましょう。プロキシサーバーはクライアントとサーバーの中間で両者の通信を代理するサーバーです。参考として応用情報技術試験の令和4年秋問い5ネットワークの問題を取り上げています。この構成では内部ネットワークに PC があり、 DMZ にプロキシサーバーがあります。クライアントがインターネットに向けて通信をするときにプロキシサーバーが通信を代理します。プロキシサーバーは通信を中継するのではなく代理をしているというところが大切なポイントです。クライアントからの要求を受けて実際にインターネットへ向けて通信をするのはこのプロキシサーバーが行っています。クライアントからの要求を受け付けるお手伝いさんのようなイメージが分かりやすいと思います。どうしてクライアントはわざわざプロキシサーバーを利用するのか疑問に感じた方もいるかもしれません。その理由はいくつかありますが、一般的にはセキュリティの問題からプロキシサーバーを利用することが多いです。プロキシサーバーを利用する場合はクライアントからインターネットへ向けた通信をファイアウォールによって遮断することが多いです。この理由は直接クライアントがインターネットへ向けて通信をしてしまうとクライアントがインターネットで何かしらの攻撃に遭ってしまう可能性が高いからです。ただクライアントからするとこのままではインターネットに接続できないので困ってしまいます。一方ファイアウォールではプロキシサーバーからインターネットへ向けた通信は許可しています。インターネットとの通信をするためにプロキシサーバーは DMZ に存在しています。よってクライアントは DMZ 内のプロキシサーバーに通信の代理を依頼して、プロキシサーバーがクライアントの通信を代理してインターネットへ向けて通信を行います。クライアントは DMZ 内のプロキシサーバーに通信の代理を依頼して、プロキシサーバーがクライアントの通信を代理してインターネットへ向けて通信を行うことでクライアントはインターネットの通信をすることができています。クライアントは直接インターネットと通信することがないので、セキュリティを確保しながらインターネットと通信をすることができるということですね。次に具体的なプロキシサーバーの機能についてお話しします。プロキシサーバーは通信を代理するだけではなく様々な機能があります。まずはキャッシュ機能。例えばクライアント A から特定のウェブサーバーへの通信をプロキシサーバーが代理して行った場合、プロキシサーバーはこのウェブサーバーの情報を一定時間キャッシュしておきます。もしキャッシュしているときに同じウェブサーバーに対する通信の代理要求が来た場合は、プロキシサーバーの中でキャッシュしている情報を応答します。キャッシュ機能のおかげで無駄な通信を削減することができ、クライアントに対して迅速に応答を返すことができます。次はクライアント隠蔽機能です。クライアントの代理としてプロキシサーバーがインターネットに向けて通信を行うことで、インターネット側からするとクライアントはプロキシサーバーになります。つまりインターネットからはクライアントの存在を隠すことができているということです。次はフィルタリング機能です。フィルタリング機能はクライアントの接続先に応じてアクセス制御を行う機能です。クライアントが業務に必要ないギャンブルサイトにアクセスしようとしたり、危険なサイトにアクセスしようとしたときにフィルタリング機能を使って不適切な接続先に通信しないようにします。不適切な接続先の場合、フィルタリング機能を使うことによってクライアントのアクセス制御を行うことができます。最後は認証機能です。もし内部ネットワークのクライアントが何かしらのウイルスに感染してしまった場合、感染端末はインターネット中にある攻撃者のサーバーと通信を試みます。その際直接クライアントからインターネットに通信しようとすると、先ほどの例のようにファイアウォールによって遮断されます。またプロキシサーバーを利用して通信しようとした場合にも、プロキシサーバーで認証機能を有効化しておけば、正規の認証情報がなければプロキシサーバーを利用することができなくなります。プロキシサーバーの認証機能を有効にしておけば、感染端末が攻撃者のサーバーと通信することを防ぐことができます。ここまでプロキシサーバーとは何か、そしてプロキシサーバーの代表的な機能についてお話ししました。次はプロキシサーバーの種類についてです。プロキシサーバーは大きく分けて2種類に分かれています。フォワードプロキシとリバースプロキシです。フォワードプロキシは先ほどお伝えしたプロキシです。通常プロキシといえばフォワードプロキシのことを意味します。
内部ネットワークからインターネットへ向けた通信を代理してくれるのがプロキシサーバーの役割です。一方、リバースプロキシはインターネットからの通信を代理する役割です。こちらは基本情報技術者試験平成28年秋の午後問1の問題です。インターネットの先にタブレット端末があり、インターネットを経由してリバースプロキシサーバーにアクセスを行い、リバースプロキシサーバーがサーバー群に対して代理のアクセスを行います。リバースプロキシサーバーのメリットは、インターネットから見てサーバーの情報を隠すことができることです。インターネットから見ると接続先はリバースプロキシサーバーとなっており、サーバー群の情報を隠すことができます。さらにリバースプロキシサーバーでは設定をすることによってサーバーに対して負荷分散を行うことができます。今回の場合、サーバー群と書いていますよね。複数のサーバーが存在しているので、クライアントからの要求を一定のルールに基づいて分散させることができます。これは銀行の ATM を案内する銀行員さんみたいなイメージが近いと思います。 ATM がいくつもあって、たくさんの利用者が訪れて、今はこっちの ATM が空いているのでこちらをご利用くださいみたいな誘導する人がいますよね。あのようにクライアントの要求をうまく振り分けて負荷分散することができるというのがリバースプロキシサーバーの負荷分散です。それでは今回はプロキシサーバーについて一緒に勉強しました。今回も動画最後までご覧いただきありがとうございます。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティはネットワークの勉強をメインにしていますが、ネットワークとセキュリティは近い分野で、セキュリティを勉強する機会も少しあります。無料お試し期間もありますので遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回はプロキシについて勉強しました。プロキシはクライアントからの通信を代理してインターネット通信をしてくれるので、クライアントをインターネットから守ることができるという話でした。このクライアントとプロキシの関係性って、皆さんならどういう関係性だと感じますか？私は子供と心配性な母親の関係性に近いのかなと思っています。子供が外出して買い物に行くと危ないので、母親が代わりに買い物をしてくれます。でも買い物する先がお菓子屋さんとか体に悪そうなものだったら買い物を拒否したり、ちょっと心配性なお母さんって感じです。とはいえ、そういう母に守られて子供は育っていくのかもしれませんね。こうやって身近な例に当てはめて考えてみると、プロキシは分かりやすいかもしれません。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。